どんどん行きましょう。ヒッピー団長、山崎副団長、はい、サンフレッチェ広島、森崎浩二です。マジ？え、マジで診断員？いいの？森崎さん、いろんなスポーツが体験できるということで頑張ってきます。おえー、なんとあのサンフレッチェ広島の森崎浩二さんが応援団員として参戦。果たしてどんな体当たりリポートを披露してくれるのでしょうか。こちらはどんな施設なんですか。はい、ソーサストリートでは子供から大人まで能力を高めることができる新感覚のスポーツジムです。新感覚、ちなみにですけどどんなスポーツが体験できるんですか。はい、こちらエクスタグゲームという障害物鬼ごっこなんですけども、はい、今世界中で話題を集めているアクロバティック鬼ごっこになります。あ、障害物をこう避けながら、はい、そうですそうです、パルクールのような感覚でやっていくスポーツになります。他にはどんなこと。そうですね、こちらはウォールトランポリンって今一番力を入れてるんですけども、はい、壁を使いながら上がっていったり技をしていったりするトランポリンなんですけども、すごく体を使う全身運動になりますので、体操選手とかもおすすめで。さらにテレビでおなじみこんなものも。赤影というですね、はい、アクティブで全身、こちらも全身運動になるんですけども、はい、いろんなアトラクションをクリアしていく。これある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 、見たことある。楽しみながら運動能力を高められるっていう。そうです。とここでアスリート魂に火がついた森崎さん、赤影に挑戦します。頑張ってください。そうそう、頑張って頑張って最後まで、もう少し、もう少し、青いところでゴールです。やばい、 OK です。ギリギリギリ、森崎さんのかっこ悪いところも、はい、うわきつい、頑張ってください。最後までこれでいいのかな。はい、よし、最後飛んで掴んだら OK です。惜しい、浩二さんノークリアです。すごいきつい。いや、そんな編集ないです。え、子供からも言われてる。他にもソースアスリートでは最新の技術を使って自分の運動能力を測定することができます。さらに細かくデータ分析することで自分に向いているスポーツを知ることができます。知りたい。当然僕やっぱり元サッカー選手ですから、はい、僕多分自信持ってサッカーだって言い切れるんですけど、結果はもちろん1番目、水泳の短距離です。そうじゃん、サッカーじゃない、水泳ですか。はい、僕スポーツの中で一番水泳苦手なんですけど、ちなみにサッカーなんですけども、はいはい、8番目になってます。いや、これめっちゃ知りたい。フィールド、はい、8番なんですね。8番目になってます。よくプロサッカー選手になれましたね。僕、堀崎さんが向いているスポーツ、ね、結果はご覧の通りとなりました。これ知りたいな。スポーツの64種目の中から10番目まで全部出ますので、はい、やったことないスポーツもここでアドバイスというかやってみてくださいってことができます。じゃあ僕はちょっと水泳の方に転向したいと思います。嘘つけも使わない。この後はアクロバット鬼ごっこエクスタグゲームに挑戦。これめっちゃ気になってるんですけど、対戦相手はこちら、小学6年生のリトラ君。絶対に森崎さんには勝ちます。制限時間は20秒、森崎さんが鬼で捕まえれば森崎さんの勝ち、逃げ切れればリトラ君の勝ちです。なんだなんだ、危ない、ギリギリ、聞いてて惜しかった惜しかった。惜しかった、危ない。倒れ込んじゃってます。20秒ってこんなに長いですか。めちゃくちゃスピードが速くてタッチされるかと思ったら、まあ僕勝ちまして。うわー、最後悔しい。勝ちまして、なかなか外でね、自由に遊べない中で室内で楽しくね、運動能力を高められるという、まあ、こういったね貴重なね場所を本当に体験させていただいて、大人の僕でもすごく楽しみました。ですので子供から大人の方まで楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、ね、応援したいなと思います。頑張ってください。いいな、いいこと言うね。すげえすげえ、いいこと言うね。うわー、すごいね。
あんな施設が広島にあんだ。ねえ。っていうか、あの鬼ごっことか俺なんか、はい、フィッシャーズとかが行ってたんだよね。多分 YouTube でもそうなんですよ。結構有名になってきてると思います。そうだよね。はい。あのスポーツ、あなたに向いてるスポーツって、うんうん、いや何になるんかすげえ興味あるよね。確かに。やってたスポーツとかあんの？私は中学の頃は陸上をしてました。陸上なんだ。それがね1位に何なるかっていうね、試してみたいですよね。そうなのよ、うん、俺も1位野球になったら嬉しいし、なんか見た目でなんか相撲とか言われたら嫌だなと思いますけどなんか、はい、皆さんもぜひ室内で快適に楽しく運動してみてはいかがですか、うん、そして森崎さん、またどうぞよろしくお願いします。お願いします。ちょっとせめて紫の葉っぴでよかったんじゃないですか。ちょっと特注の葉っぴを次回はね、青はちょっとなかったっすね、はい、本当に。いやちょっとスタッフがちょっと失礼しました。本当に森崎さんありがとうございました。マジでありがとうございます。またお願いします。お願いします、はい。